オワコン化する先進国5選。一つ目イタリア。こちらはもともとローマ帝国があった歴史深い国なんですけど、数十年間政権が安泰せず経済成長率が低迷し続けてるので、財政赤字額がどんどん膨れ上がってしまっております。そしてね、現在若年層の失業率が非常に高く、先進国で2番目に高齢化がひどいのでオワコン化すると言われております。二つ目スペイン。こちらは1986年に EU に加盟して以降、産業が多様化し、バルセロナオリンピックを機に観光客も増え続け、2000年代初頭まで経済成長しまくってたんですよ。しかし2008年のリーマンショック以降、不動産バブルが崩壊し、経済格差がどんどん広がっていってるため失業率も高くなってるんですよね。そしてスペイン最大の悩みが独立運動でして、カタルーニャ地方というところが、俺たちはスペインから独立して新しい国家を作ると言って政権と対立しちゃってるんですよ。でもね、このカタルーニャ地方っていうのがバルセロナを含む裕福な地域であり、独立されるとスペインにとっては非常に痛手なので、政治的不安で経済に悪影響を与えてるみたいです。さあ3つ目フランス。こちらは日本と同じく公的債務が非常に多く、経済改革が進んでいないという部分が成長を妨げているわけなんですけど、特に製造業の競争力が低下して、輸出の減少と貿易赤字の拡大のため深刻な状況と言われてしまっているわけで。4つ目ギリシャ。こちらは EU に財政赤字額を数十倍減らした額で申告するという虚偽国になってしまったことがあるので、世界各国がお金貸してくれなくなっちゃったんですよ。さらに国民の5分の1が公務員なので、収入や福祉の面でガツンと大きなお金を動かすことができず、おまけに政府が汚職問題に悩まされているので、一度財政破綻してしまっております。まあ今は緊縮財政で何とかしてるわけなんですけど、国の基盤産業がパルテノン神殿などの古代ギリシャ文明を客寄せパンダに使っているという観光業しかないので、儲かる産業がないというのが現状みたいです。さあ5つ目日本。この国はね、 GDP の 240% も国が借金を抱えており、先進国で最も悪い水準なのでオワコン化は止まっておりません。さらにデフレや少子高齢化によって国際競争力も低下しまくってるわけですが、じゃあどうやったらまた最強国になれるかっていうと、外国人労働者の幅広すぎる受け入れに加えて、行政がもっとインターネットを取り入れ産業の効率化を推進、そして AI やデジタル技術に対して現在異常に規制が入ってしまってるので、これを規制緩和し若者が挑戦しやすい未来を作っていくしかありません。まあ実際ね、これがうまくいってるのがアメリカとかドイツと言われてる。さあこれらのオワコンと言われてしまったことがある先進国はまた復活する日は来るのでしょうか。どうしました。